城塞とは都市、町の一角に建てられた要塞を指す。城穂とも呼ぶ。都市の支配者、武力集団を堅固に防護する目的で建てられる。支配者が居住する城間を兼ねることも多い。日本で通常言うところの城にあたる。城塞は城郭都市全体を囲んで守る城壁とは異なり、都市の一角に立つ。城塞には、 都市の支配者を収納し、外敵や、もし都市住民たちから攻撃を受けた場合に、その攻撃からも守る目的を持つ。古代ギリシアでは、城塞は軍を指揮する丘の上に築かれ、ポリスに住む人々の暮らしの重要な一部であった。武器や食料を蓄え、戦乱の時には避難及び牢上の場所となり、平時には神殿や王宮となっていた。中世ヨーロッパでは、城塞は、 城郭都市の防衛軍が最後に防衛する場所で、都市の陥落後も防衛側は都市の一角の城塞に立てこもり、いざとなれば背後の電源や丘陵に逃げられるようになっていた。大砲の発達に伴って、両保式城壁の研究が進み、うと保留が都市を取り囲んで防衛するようになると、城塞もその重要な役割を占めるようになった。城塞は、 城壁と両保軍の内部に置かれることもあったが、経済活動の場所確保のために、外角の一部をなすよう配置されることが多かった。敵が城角の他の部分に攻撃を加えるような場合でも、城塞は最強の拠点として、最後の防衛線となることが期待された。アラビア語では城塞をカスバと呼んだ。アルジェリアなどでは城壁に囲まれた迷路のような、旧市街がカスバと呼ばれたほか、 スペインではイスラム教徒の残した城塞をアルカサバと呼んだ。アルカサバはバダホスに最大のものがあるほか、グラナダのアルハンブラ宮殿の一部山らがメリダにもアルカサバは残っている。ロシア語では城塞はクレムリと呼ばれ、中世のロシアの各都市にはクレムリが設置されていた。現存するものではノブゴロド、ニジニノブゴロド、 アストラハンなどのクレムリンが代表的なものだが、中でもモスクワのクレムリンと火山のクレムリンはよく知られている。1714年に建設されたバルセロナの大規模な城塞、シウタデリアは、スペイン中央政府に対し17世紀18世紀にかけて繰り返し反乱を起こしたカタルーニャ人を処罰し統制するために商業地区の半分を取り壊して建てられた。19世紀。 政治的雰囲気が自由になると、バルセロナ市民は城塞を取り壊し、市の中央公園、シウタデリア公園に転用した。同じような例は、ハンガリーブ・ブダペストのゲッデエルトの丘に立つツィタデッラにも見られ、1848年から1849年に、ハプスブルク家支配に対し起こった反乱を教訓として、市民を威圧するために1851年に、 建設されたが、現在は公園の一部である。カナダ・ケベックシティのケベック城塞は築かれて、以来200年以上経ち、英仏間の戦場となった歴史を有するが、現役で軍用に使われる北米最大の城塞であり、フランス語で行われる英兵交代も有名である。軍艦でも特に戦艦の司令塔や砲塔、機関部などのような重要な部分だけに集中的に、 走行を施す防御形式は、上塞になぞらえ、シタデルと呼ばれることがある。これはなるべく排水量を少ないままに、艦の生存性を上げるための分厚い甲板防御を施すアイデアであり、主に排水量が大きくなかった全土急戦艦に用いられた。日本では土急戦艦や超土急戦艦に用いられる場合は、シタデルとは区別し集中防御方式と称する。 海外では区別しない。また、商用船舶でも、海賊の襲撃時に、避難先、牢場先となる、強固な防壁に囲まれた、安全な部屋を用意するようになっており、この部屋や区画が、シタデルと呼ばれることがある。シタデルの語は、式と同じラテン語の語源を持ち、都市の中核部の意味が起源である。ありがとうございます。